ダークノビツキー、ダークノビツキー、ダークネビッキーこと、ディルク・ベルナー・ノビツキー、ダーク・ウェルナー・ネビッキー。1978年6月19日体は、ドイツの元バスケットボール選手。NBA のダラス・マーベリックスで20年にわたり、活躍した。バイエルン州ビュルツブルグ出身。身長213センチメートルで、ポジションは、フロントコートで、センター、パワーフォワード。 スモールフォワードをこなせる。フットワークの軽さや、ゴール下での強さに加え正確な長距離シュートを持っており、これまでのヨーロッパ出身の選手の中で最もれた選手の一人であり、欧州出身初の NBA 最優秀選手獲得者である。1978年、ノビツキーはドイツビュルツブルグで、ハンドボールドイツ代表である父とドイツの 女子バスケットボール選手である母の間に生まれた。少年時代はハンドボールとテニスに熱中したが、13歳の頃にバスケットボールに転校した。15歳の時にはドイツのプロバスケットボールリーグの2部に所属する DJK ビュルツブルグの株チームに参加し、この時ドイツの国際的なバスケ選手の目に留まり、伸びつきは、 ゲシュワイザーから週2から3回の特訓を受けるようになる。ゲシュワイザーの下でトレーニングを始めて2年目。ノビツキーは、ゲシュワイザーから、ある印象的な質問を受けた。君は、世界の最高峰に挑戦するか、それとも地元の英雄のままでいるか、今ここで決めなければならない。もし君が校舎を選ぶなら、もはやそれを阻む者は誰もいないので、我々のトレーニングは終わりだ。 もし最高の舞台でプレイしたいのであれば、我々は毎日特訓をしなければならない。伸びつきは2日間考えた末に、前者を選び、ゲシュワイザーとの特訓は、週二から3回の割合から毎日となり、より激しさを増した。そして1994年の夏、16歳の伸びつきは、正式に DJK ビュールズブルグの一員となった。 DJK ビューレツブルグに加入した当時の伸びつきーは、その優れたシュート力よりも恵まれた調子が評価され、センターとして起用された。しかし、最初のシーズンである1994から95シーズン、チームは12位中6位と期待外れの成績に終わり、また、伸びつきーもレベルの高さになかなか適応できず、ベンチを温める時間が多く、また、 学校の成績が下降してしまい、バスケよりも勉強に精を出さなければならなかった。九百九十五から九十六シーズンには、先発に昇格し、フィンランド人のスター選手、マルティクイスマとプレーすることで一気に才能を開花させ、平均得点を二桁に乗せた。DJK の試合に訪れたドイツ代表チームのコーチ、ダークバウアーマンは、ノビツキーのプレーを見て、ドイツでは、 この10年あるいは15年で最高のバスケットボール選手と称賛した。チームはノビツキーの活躍で好調のシーズンを送ったが、BG ルードビヒスブルクとの試合に敗れ、一部への昇格はならなかった。1996から97シーズンにはクイスマがチームを去ったため、ノビツキーはチームのエースに昇格、平均19.4得点を挙げたが、 チームを一部に昇格させることはできなかった。1997から98シーズン、学校を卒業して19歳となった伸びつき E は、DJK でプレーしながら、兵役にもつかなければならず、選手と軍の訓練を両立させることに苦労したが、伸びつき E は、身長が211センチメートルまで伸び、成績も、平均28.2得点まで伸ばすと、ついに、 DJK を一部リーグに昇格させ、ドイツバスケット支選出の年間最優秀選手に選ばれた。ノビツキーの活躍はドイツ国外にも伝えられ、1996年にはスペインの FC バルセロナからオファーを受けており、その1年後、ナイキ主催のフープヒーローズツアーでは、当時の BA の現役スーパースター、チャールズ・バークレイやスコッティ・ピッペンと対戦をする機会を恵まれ、 30分のエキシビションゲームで、ノビツキーは、バークレーの上からダンクを決め。これに驚いたバークレーは、この子は天才だ。もし NBA に来たいなら俺に電話して来いと言ったと言う。ノビツキーが、世界的に注目を浴びたのは1998年3月に、行われたナイキフープサミット、全米ジュニア選抜 VS 世界ジュニア選抜である。 ノビツキーはこの試合で33得点14、リバウンドを上げ、ラシャード・ルイスやアルハリントンらがいた、全米選抜チームを破り彼の存在は NBA スカウト陣の注目の的となった。ノビツキーは1998年の NBA ドラフトへのエントリーを宣言。ノビツキーにはダラス・マーベリックス以下、マブスとボストン・セルティックスが興味を示した。 当時のセルティックスのコーチ、リック・ピティーノは、ワークアウトに招いたノビツキーのプレーを見て、セルティックスの伝説的選手、ラリーバードと重ね合わせ、たちまち、ノビツキーを置きに入り、セルティックスの指名権、全体順位でノビツキーを指名することを約束した。ところが、ピティーノとセルティックスの目論みは6位指名権を持ってい、マブスによって崩れた。マブスのヘッドコーチ、 ドン・ネルソンはタジームそれぞれの思惑を巧みに操った。ミルウォー・キーバックスはロバート・トレーラーを指名したかったが、彼らが持つ9位指名権までにトレーラーが残っている可能性は少なかった。そこでマグスが6位でトレーラーを指名する代わりにバックスが9位で伸びつきを指名し、後にトレードすることが決まった。ネルソンは抜け目なく、このシーズンに一巡目指名権を持っていなかった。 フェニックス・サンズがパッとギャリティを欲しているのを見て、バックスが持っている19位指名権でギャリティを指名させ、ノビツキーとセットでマブスにトレードすることを約束させた。そして、ドラフト当日、マブスはトレーラーを指名し、10番目に呼ばれるはずだったノビツキーは9番目に呼ばれ、バックスに指名されると、そのままマブスに交渉権が譲渡された。ネルソンは、ノビツキーと ギャリティを手に入れると、ギャリティを欲しがっているサンズに、ギャリティ谷選手をつけて放出し、代わりにスティーブ・ナッシュを獲得。結果的にネルソンは将来、NBA のシーズン MVP を獲得する二人の偉大な選手を一度のドラフトで手に入れてしまったのである。ダラスという意外な場所で NBA キャリアをスタートさせることになった、ノビツキーだったが、一連のトレードは、ノビツキーにも、 幸運として働き、ノビツキーは、ナッシュという無二の親友と出会うことができた。ノビツキーが NBA 入りした年、NBA はロックアウトによるシーズン短縮という初めての事態を経験。ノビツキーが焦がれたルーキーシーズンは、例年より4ヶ月近くも遅れて始まった。ノビツキーは先発パワーフォワードに抜擢されるも、まだ線の細かったノビツキーは、 NBA のフィジカルなプレーに馴染めず、平均20.4分の出場で8.2得点3.4リバウンドの成績に終わった。特にディフェンスでは、簡単に相手に押し負けてしまい、ファンからはディフェンスができない、D がないと揶揄する意味で、アーノッキと呼ばれた。伸びつきにとっては、辛い時期で、後に振り返って、とても失望していて、ドイツに帰ろうとも思った。ドイツリーグから NBA へのジャンプは、 開くかどうかわからないパラシュートを背負って飛行機から飛び出すようなものだったと語っている。2年目の1999から00シーズン、ネルソンは、ノビツキーのパス技術をより生かすためにポイントフォワードに起用し、ノビツキーも徐々に本来の実力を発揮するようになった。最も重要な動きはコートの外で起こった。ノビツキーが加入した当時のマブスは弱小チームで、 長年低迷していたが、この年に IT 産業で財を成したマーク9番がマブスを買収、球団オーナーとなると、それまで貧乏球団だったマブスに球団の豊富な資金が流れるようになった。チームの将来に明るい兆しが見えたことで伸びつきも急成長を遂げ、このシーズンは17.5得点6.5リバウンドと大きく数字を伸ばし、ミ i p 投票では2位となった。 また、ノビツキーの代表的な武器となる、スリーポイントシュートの成功率、見投げ数、成功数を大幅に増やして、ことで、NBA オールスターウィークエンドでは、スリーポイントシュートアウトの参加選手に選ばれ、ノビツキーはコンテスト史上最長審の選手とな。チームも AS のマイケル・フィンリーに、ノビツキー、セドリック・セバロスに率いられ、前年の19勝31敗から40勝42敗と、 勝率を伸ばしたが、プレーオフには惜しくも届かなかった。2戦から01シーズンには21.8得点9.2リバウンドと、一流選手の数字を残し、オール NBA サードチームに初選出される。またシーズン通算 3P 成功数151本101ブロックは、3P 成功数100本100ブロック以上を達成した選手として、史上2人目だった。 伸びつきにフィンリー、そしてこのシーズンに大きく成長したスティーブ・ナッシュはビッグスリーと称さ、彼らに引きられ、マブスは53勝29敗と大きく躍進し、11年ぶりのプレイオフ進出を果たした。初のプレイオフでは1回戦で、ジョン・ストックトン、カール・マローに擁するユタジャズを破ると、カンファレンス準決勝では、生涯のライバルとなるサンアントニオ・スパーズと対決する。 スパーズはマブスと同じテキサス州に本拠地を置き、また後にノビツキーとトップパーフォワードの座を争うことになるティムダンカンがいるなど、両者がライバルとして見られるには十分な要素が揃っていた。ノビツキーはシリーズ中に風をこじらせてしまい、さらに試合中の接触で羽織ってしまうなど散々な内容でチームも勝ち4敗で敗退してしまうが、 第4戦では42得点を挙げて、シリーズ唯一の勝利に貢献している。オフには、大盤振る舞いの9番オーナーのもと、6年9、0ドルの大型契約を結んだ。これは、ドイツのスポーツ選手としては、ミハエル・シューマッハに次ぐ、第2位の収入だった。2001から02シーズン、伸びつきは23.4得点9.9、リバウンドの成績を残し、 オールスターに初出場を果たし、オール NBA チームでは、セカンドチームに選ばれる。チームは新たに、シックスマンとして、ニックバンエクセルを加え、57勝25敗まで、勝率を伸ばし、プレーオフ1回戦では、ケビン・ガーネットのミネソタティン・バーウルブズを推移。ノビツキーは、同じポジションのスーパースターであるガーネットに対し、シリーズ平均33.3得点。 ガーネットは24.0得点と圧倒してみせた。デビジョン準決勝では、クリス・ウェバー要する、サクラメント・キングスと対決。キングスのリック・アデルマン HC は、ノビツキーに対し、ウェバーではなく、トルコ人フォワードのヒド・ターコルを、マッチアップさせた。ターコルは、ノビツキーよりも低いが、機動力では、ノビツキーに勝っており、またもし高さのミスマッチをつかれても、ウェバーにダブルチームさせた。 伸びつきはこのキングスのディフェンスに苦しみ、シリーズ中は本来の力を発揮できず、チームも1勝4敗で敗退した。シーズン終了後にガゼッタデロスポルト氏からヨーロッパのバスケットボール年間最優秀選手に選ばれている。2002から03シーズンにはレイフラフレンツを獲得し、マブスのロスターはますますの充実ぶりを見せ、開幕11連勝と、 快調な滑り出しを見せる。伸びつきも25.1得点9.9リバウンドとさらに数字を伸ばし、シーズン通算2000得点を突破した初のヨーロッパ出身選手となった白人選手としても1991から92シーズンのクリスマリンライ。マブスはフランチャイズ記録となる60勝20敗を記録し、プレイオフ1回戦ではポートランドトレイルブレイザーズと対戦。 マブスはこのシリーズで、カイシードのブレイザーズに対し思わぬ苦戦を強いられるも、第7戦終盤には、伸びつきのクラッチシュートが決まり、ブレイザーズを4勝3敗で下した。カンファレンス準決勝では2年連続で、キングスと対戦、再び第7戦までもつれたが、この試合で、伸びつきは30得点19リバウンドの大活躍を見せ、キングスを下して、 カンファレンス決勝進出を決めた。この日のノビツキーの活躍を ESPN はビッグ D と称賛した。カンファレンス決勝ではスパーズとの対戦が待っていた。第一戦ではノビツキーが38得点を挙げてスパーズを下すも第二戦以降は連敗。さらに第三戦にマヌジノビリとの衝突でノビツキーは怪我をしてしまい、以後全試合の欠場を強いられてしまう。 チームのエースを失ったマブスは、その後一死報いるも2勝4敗で敗れた。ノビツキーにとっては全力を出し切らないままでの悔しい敗退であり、その後に受賞した2年連続のヨーロッパバスケットボール年間最優秀選手も NBA のゼネラルマネージャー選出によるヨーロッパ最優秀選手もノビツキーの慰めにならなかった。2003から04シーズン前にマブスは、 さらなる補強をし、アントワン・ジェイミソンとアントワン・ウォーカーを獲得。このロスターの変更で、ノビツキーは、パワーフォワードからセンターに回帰するように迫られたため、ノビツキーは、オフに1 0ラム近くの増量に励んだが、これが、あだとなり、このシーズンは21.8得点8.7、リバウンドと、ここまで、毎年数字を伸ばしてきたノビツキーの成績を初めて、落ちた。 大胆な補強をしたにもかかわらず、マブスも伸びつきの成績に倣うように52勝30敗と成績を落とし、プレーオフでは3年連続の対決となるキングスの前に1回戦敗退となった。9番がオーナーに就任して5年、大胆な補強を重ね、一定の成果を収めてきたマブスだったが、優勝に手が届くほどではなかった。そして六年目の二千四から零五シーズンを迎えるに、 当たって、マブスは大きな変革の時を迎えた。ドン・ネルソンはオフにヘッドコーチを辞任し、新たに若いエブリー・ジョンソンがヘッドコーチに就任。ジョンソン新 h c は、ネルソンとは正反対のコーチで、ネルソンはランガンを得意とするオフェンス重視のヘッドコーチだったが、ジョンソンはディフェンスを重視した。 さらにスティーブ・ナッシュが FA となったが、ここまでお金に糸目をつけなかった9番が珍しく、ナッシュとの長期工学契約を絞り、ナッシュはフルスノフェニックス・サンズに移籍。代わりにポイントガードのジェイソン・テリーとデビン・ハリス、シューティングガードで、元オールスターのジェデー・スタック・ハウス、テウスだったインサイドには、センターのエリック・ダンピアを迎えた。親友のナッシュが移籍したことに、 ノビツキーはひどく落胆した。新たな陣容で迎えた新シーズン、ノビツキーは26.1得点9.7リバウンドの成績を残し、12月2日のヒューストンロケッツ戦ではキャリアハイの53得点を記録、初のオール NBA ファーストチームにも選出された。ファーストチーム入りはアメリカの高校、もしくは大学に通わなかった選手としては初の快挙である。 チームも新戦力選手の活躍や2年目のジョシュ・ハワードの成長もあり、58勝24敗と成績を回復し、ノビツキーは MVP 投票で3位に入った。しかしノビツキーはプレーオフで失態を演じる。1回戦ではトレーシー・マグレディとヨー・アキラ要するヒューストン・ロケッツと対戦したが、ノビツキーはライアン・ボーエンという本土無名の選手とのマッチアップに苦しみ、 シュートスランプに陥った。エースの不審に、しかしシリーズは総合力で上回るマブスがロケッツを4勝3敗で、過労死じてけた。カンファレンス準決勝ではナッシュが移籍した、フェニックスサンズと対決。ナッシュの移籍はサンズを劇的に変化させ、このシーズンはマブスを上回る62勝を挙げ、ナッシュは MVP を獲得していた。サンズとのシリーズでも伸びつきのシュートタッチは、 完全には回復せず、マブスは2勝4敗で敗退。ナッシュの遺跡でチームリーダーになることが求められた、伸びつきだったが、プレイオフ中にはメディアの前でチームメイトを批判する場面も見られ、精神面の脆さが垣間見られたシーズンとなった。2005から06シーズンを迎える前に、マブスは長年チームに尽くしてきたマイケル・ヒンリーを放出。これでビッグ3は、 完全に解体され、マブスは、伸びつきーのチームとなった。前年のプレーオフでの失態で選手として、また、リーダーとして一回り成長した伸びつきーは、このシーズンに、プレーの質を向上させ、3P 成功率は、初の40%超えとなる40.6%、FT 成功率は90.1%を記録し、26.6得点9.0リバウンドの成績を残した。 オールスターのスリーポイントシュートアウトでは見事に優勝を果たし、歴代最長身の優勝者となっている。マブスは60勝22敗を記録すると、プレーオフ1回戦では、パウがソルのメンフィスグリズリーズを全勝で破り、カンハレンス準決勝で因縁のスパーズと対戦。ライバル同士の対決は、近年最高のシリーズと呼ばれるほどに白熱したものと、 なり、ノビツキーとダンカンのエース同士の対決も大いに利上がった。そして迎えた第七戦、試合終盤でマブスは三点ビハインドと絶対絶命に陥っていた。しかしノビツキーは巨体を踊らせながらゴール下に切り込むと執念のダンクを決め、さらにマヌジのビリからファウルを引き出し、ボーナススローも決めた。土壇場で追いついたマブスはオーバータイムを制して、 ついに悲願の打倒スパーズを果たし、故障者が続出しながらもカンファレンス決勝まで進出してきたサンズを下して、ついに未踏の NBA ファイナルに進出した。ファイナルでは、シャキール・オニールと同エインウェイドを要するマイアミヒートと対決。これまでの充実ぶりから優勝はマブスと見られていたが、ここに来て伸びつきが不調に陥る。第一戦、第二戦は連勝するも、第三戦は、 ウェイドの42得点にやられ、さらに第4戦のノビツキーは FG に14と極端なシュートスランプに陥り、その後もシュートタッチに苦しんだ。結局マブスは終始ウェイドにやられてしまい、2勝4敗で敗戦。ノビツキーはファイナル敗退の先犯として、非難を受けた。例5から零六シーズンは悔しい幕切れとなったが、二千六から零七シーズンは、 伸びつき、マブスともに絶好調だった。伸びつきは24.6得点8.9リバウンド、3P 成功率41.6%、FT 成功率90.4%を記録し、マブスは、球団新記録となる17連勝を含む67勝15敗、リーグ1位の勝率を残して、他を寄せ付けない強さを見せた。プレーオフに入る前、マブスは、 優勝候補筆頭に挙げられ、チームの快進撃の中心にいたノビツキーは MVP を獲得するだろうと言われた。プレイオフ1回戦の相手は、レギュラーシーズン最終戦で13年ぶりのプレイオフ進出を決めたゴールデンステートウォーリアーズ。かつてのマブスのヘッドコーチだったドンネルソン率いる第8シードのチームに NBA 史上6位の勝率を上げたチームは大苦戦し、 ついには2勝4敗で史上稀に見るアップセットを演じられるはめとなった。ノビツキーは自身よりも一回り小さいスティーブン・ジャクソンの高ディフェンスにこのシリーズ19.7得点と抑え込まれ、初戦敗退の原因と再び非難を受けた。失意のうちにシーズンを終えた日から約2週間後、ノビツキーのシーズン m v p 受賞が発表された。 67勝を挙げても優勝できなかったマブスは、旬を過ぎつつあった。2007から08シーズン途中には、かつてのトップポイントガードである、ジェイソン・キットを獲得するが、成績は伸び悩み、前年を大きく下回る51勝31敗の成績に終わり、プレイオフでは、クリス・ポール擁する新興チームの、ニューオーリンズ・ホーネッツの前に完敗した。 23.6得点8.6リバウンドと自らも成績を落とした伸びつきのこのシーズン唯一のハイライトは2月6日のミルウォーキーバックス戦で達成したキャリア初のトリプルダブル29得10リバウンド12アシストだった。また3月8日に34得点を挙げたことでローランド・ブラックマンの持つ通算得点のチーム歴代最多記録。 16,643得点を更新した。2008から09シーズンにマブスは、エイブリー・ジョンソンを解任し、リック・カーライルを新ヘッドコーチに抜擢。伸びつきは25.9得点7.3、リバウンドを上げるが、チームは50勝32敗と、さらに成績を落とした。プレーオフ1回戦ではやはり弱体化したスパーズを4勝1敗で、破るが、 カンファレンス準決勝でデンバーナゲッツに敗れる。2009から10シーズンにはやや盛り返し55勝をマークしてレギュラーシーズンを2位で終える。伸びつき自身も平均25.0得点と数字を上げた。しかしプレーオフ1回戦で7位シードのスパーズに2勝4敗で敗れた。2010から11シーズンはさらにチームは成績を向上させ、 シーズン57勝マーク、伸びつき自身は23.0得点平均。しかし、上位には、スパーズとレイカーズがいたことで、3位シードでプレーオフに進む。プレーオフ1回戦では、ポートランドトレールブレイザーズを4勝2敗で撃破。カンファレンスセミファイナルでは2連覇中のレイカーズを4勝、0敗のスイップで下すアップセットを成し遂げた。カンファレンスファイナルでは、 若さにあふれるオクラホマシティサンダーを4勝1敗で破り、2005から06シーズン以来の5年ぶりの NBA ファイナルシーンを果たした。その対戦相手は5年前と同じマヤミヒートとなった。シリーズが始まり、まずはアウェーに連戦を1勝1敗で乗り切るも、ホーム3連戦の初戦を落とし、1勝2敗と不利な状況を作る。しかし、そこから2連勝し、大手をかけて、 再びアウェイに乗り込んだ。そして第6戦に勝利し、チームは悲願の初優勝を遂げた。ファイナルで平均26.0得点、10点にリバウンドと活躍したノビツキーはファイナル MVP を初受賞した。左手の毛が高熱、第4戦、シュートタッチの不調、第6戦と苦しみながらも栄冠にたどり着いた。2016年7月22日。 二年五千万ドルでマーベリックスと契約延長に合意した。2017年3月7日のロサンゼルスレイカーズ戦で史上6人目の3万得点1万リバウンド。アメリカ国外出身の選手としては史上初の通算3万得点を達成した。最終的に2016から17シーズンはルーキーシーズン以来の低さとなる平均14.2得点に終わり。 チームも1999から2000シーズン以来の負け越しと2012から13シーズン以来のプレーオフ不出場に終わった伸びきは2017から18シーズンも現役を続行することを表明した2018年2月28日に行われたオクラホマ式サンダー戦で通算3万1000得点に到達した4日後の3月4日に行われたニューオーリンズペリカンズ戦で FG 成功数を NBA 歴代8位にまで伸ばした。2018から19シーズン限りで引退を表明した。21歳の時、1999年ユーロバスケットでドイツ A 代表デビュー。この時すでにドイツ代表チームナンバー1のスコアラーであった。この大会でドイツは7位に終わり、2000年のシュドニーオリンピック出場は叶わなかった。 BR2001 年ユーロバスケットでは大会の得点王獲得と大会ベスト5に選ばれる大活躍でドイツ代表を2002年世界選手権出場へと導く BR2002 年世界選手権でも大会得点王と大会 MVP を獲得する大活躍を見せ見事チームを銅メダルへと導いた BR 2006年8月から9月にかけて開催されたバスケットボール世界選手権日本大会ではドイツ代表として出場。愛国柱としてチームを牽引した。ドイツは初戦で開催国である日本代表と対戦し、伸びつきは中心選手として日本メディアからスポットライトを浴びた。グループ B のドイツは2位でグループラウンドを通過、1位はパウガソルが率いるスペイン。 ファイナルラウンド初戦ベスト8決定戦ではナイジェリア代表を破って準々決勝に進出したアメリカ代表に20点差の完敗を喫してしまったその後ドイツは5の8位決定戦に進出フランス代表戦では29得点を挙げる活躍をしたがチームは1点差で敗戦しさらにリトアニア代表相手にも敗戦ドイツは8位で大会を終えたノビツキーは 全9試合に出場し、平均23.2得点は、要アキラに次ぐ、第2位だった。またトータルリバウンド、総合個数では、第1位を記録した、平均リバウンドでは、第4位。BR。2008年北京オリンピックにもドイツ代表として、出場。開会式において、ドイツ選手団の騎士も務めた。チームは、中国代表に敗れ決勝トーナメント進出は、 叶わず予選グループ敗退取ってしまった。以降代表からは離れていたが、2015年にリオデジャネイロオリンピック出場権をかけたファイバーヨーロッパ選手権でドイツ代表に復帰し、最後のオリンピック出場を目指したものの、グループリーグ敗退に終わり、代表からの引退を表明。NBA に専念する発言をしている。長身ながらフリースローがうまく、 ロングシュートも放てるというヨーロッパ出身選手の典型にして最も完成されたプレイヤーである。3P シュートやミドルレンジからのターンアラウンドシュートは抜群の決定力を誇り、特に7フッターでありながらガード並みの頻度で放ってくる3ポイントシュートはそれまでの NBA の常識を覆すものであり、対戦するチームを大いに混乱させた。 また一音一からのフェイダウェイシュートは、ある種基本とは、かけ離れた通常では考えられないほど不満す、な状態からでも、美しいアーチを描いて、高確率で沈めることができる。身体能力が、特別高いわけではないものの、213センチメートルとは、思えぬ器用さを持ち、ファウルで止めてもフリースローを高確率で決められるため、相手ディフェンダーにとっては最も厄介なプレイヤーと言える。 NBA 入りから数シーズンはフィジカルなアメリカのバスケットに馴染めずソフトと言われ続けた。特にディフェンス面では苦労したが近年ではローポストでも力強さを発揮するようになりそのイメージを完全に払拭した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。